1位は、はい、今日も元気にいっくんよ、キワジンウパルパスルです。スルです、お願いします。の今回ははい、20好きなミュージックビデオランキング。インスタで約1000人ぐらいのフォロワーさんに聞いてみたので、ランキング形式でお送りしていきたいと思います。レッツゴー、キワジンウパルパ。ベスト9でございます、今回。では9位から発表していきます、うん、はい。9位は3曲あります。なるほど。1曲目、ケーキを作っているのが可愛いから、トッピンシェイキン。なるほど。あれの車のミシちゃんが歌ってるシーンが好きです。あ、ね、私あのバスタブみたいな、あー、まゆかちゃん、はい、かわいい、かわいい、かわいい、大好きです、あのシーン、うん、ポッピンシェイキンだっけ、ミーマヤがさ靴、あ、そう、それだよね。そうです、ミーマヤがね、ミーマヤの靴が同じっていう、靴が同じなのよ。そう、ミーマヤだけだから、そう、地味にやってるんで、やってる、よかったら見てみてください、靴見てください、はい、続いて2曲目、はい、衣装がめっちゃ好き、リズム感が最高、クラップクラップ。なるほどね、結構上だと思ってくる、クラップクラップ、かっこいい目の曲さ、バンときた感じがすごいびっくりした、最初乗りやすいし、乗りいいね、そう、ライブの時とかね絶対盛り上がるから、あの曲、うん、コロナの時もね、懐かしいわ、あれもこういうやつね、クラップあるっけ、そうね、懐かしい、あれもあれでいい思い出でしたね、でしたね。3曲目、はい、みんなが楽しそうだから仲の良さがわかる、ショートトリック。なるほど、わちゃわちゃしてる感じのね、そうそうそう、本当に幸せになる、こっちも楽しそうにしているけどもこっちも幸せっていう、幸せ、プライベート見せられてるみたいな感じ、そうそうそう、ね、続いて、はい、第8位、8位、第8位は2曲、お、2曲ね、なるほど。1曲目、はい、熊の足に20って書いてあったりするからです、2も出てくるから、あっそう、あっそうだね、みずーちゃんが出て初めての曲ですよ、みずーのデビュー曲、初めだもんね、20みたいな、20のミュージックビデオって思ったの、初めて、なんかそう、海外の子供向けの、うん、なんか曲めっちゃ分かる、曲めみたいな、うん、わかったね、わかるわかる、オープニングみたいな、そう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 、パンってこう閉まる、そうそうそう、もう MV の進化よ、あれは、うん、進化したね、マジで進化した、あれすごかった、あのまこちゃんのね戦闘シーン、あー、こうやってねゲームの戦闘シーンみたいな、あれも可愛いし、可愛いよね、めっちゃいいっすよね。で、2曲目、はい、ごめんなさい、決められないです、わー、全部神ミュージックビデオだと思っているので、全部ちょっと、ちょっと一つにまとめてよ、一つって言ってんじゃん、一番って言ってんじゃん、わかるけど、気持ちわかるけど、わかるけど、うん、全部いいよな、うん、全部いい、わかる、全部が全部違っていいんだよ、わかる、そうな、そう、はい、わかりました、わかります、うん、わかります、マジでわかる、一曲っていいよね、うん、うん、一曲って全部っていいよね、一つ一つ、わかるわかる、全部がいいよね、わかる、わかります、わかります。続いて、はい、7位、7位、3曲あります、お、多いね。1曲目、はい、原点にして頂点です、かける、もちごり、面白すぎ、ニナちゃんの顔最高、ういういしいから、メイクユーハッピー、まあこれも忘れていけませんよ、二重と言ったらっていう、この二重がわからない方もね、縄跳びダンス流行ったよね、そう、だいたい縄跳びダンスの人たちって言えばだいたい分かってくれる、 MV も社長が出てますから、そうですよ、社長はね、もちごりね、もちごり出てますから、ね、もちごりがあんなこけちゃってねそう、できないにあんのかな、中ないよ、なかなか、もう見どころです、社長が転んだ後のニナちゃんの表情がもうマジで最高、最高ね、最高です、でもうちちょっとごめんなさい、うん、あの MV の、うん、リオちゃん結構好きなんだよ、わかるわかる、キキのねマジであれが可愛すぎた、本当にやばいよね、うん、あれ多分落ちた方もいらっしゃるんではないでしょうか、でしょうか、うん、続いて2曲目、はい、中毒性があるから、ラッキースター、いやーラッキースターだよ、いやね、この表を見てた時に思ったんだけど、うん、ラッキースターを選ぶ人はもう結構マイナーな人多いです、もうほんと NiziU が好きじゃないと見ないね、うん、7位、はい、3曲目、はい、メモリーズ、わかる、わかる、みんな制服着てて可愛いよね、振りもマジで可愛いし、めっちゃ可愛いよね、カメラの動き方もなんか個人的に好き、わかるあれもね、中毒性あるからね、皆さんメモリーズが好きな理由を教えてください、教えてください、教えてね、ぜひぜひ教えてね、教えてね、続
いて6位は3曲、6位も3曲あります。多いね。ね、1曲目、はい、エネルギッシュで元気もらえるから、みんなで写真撮ってたり遊園地ではしゃいだりするところが可愛いからです。 Take a picture。 あれは最初から可愛いよね。ミジューが遊園地に入ってく、それだけでもうこれは神 MV だと確定したよ。わかる、うん、好きなシーンがあって、Take a picture の遊園地に入る前に天気を照らしてるじゃないですか。 そこでミーシちゃんがピョンとジャンプするところがピョンとジャンプするところがとても大好きです。わかる、はい、私はミーマヤの絡みが好きです。確かに後ろでさ、うん、3人で並んでいる時あるじゃん、うん、あるね、そこやばいよね。自撮り棒の時も自撮り棒を使って全員がこうやって入ってるのかわいいよな。続いて2曲目、カメラワーク最高です。みんなのわちゃわちゃ感、メンバーの美しさが最高すぎるからです。ちょっと好き。おー、なるほどね。いや、まず曲名からよね。最初で出た時はぁと思う。チョップスティックって何？チョップスティックっていう英語が箸っていう意味も知らんかった。私も知らなかった、ね、意味がわかんないって。あとピアノの上をジャンプしてるところが可愛いよね。それまやちゃんがめっちゃ可愛い、ゆっってやってるところ可愛いよね、マジで。3曲目、2曲目、自分たちに向けての歌、野球服が可愛すぎる。 Need You、 もうできましたか。 Need You はやっぱり仲の良さだよね、うん、Need You ってさ、そうだよ、ミーマイがさ、そうだよ、抱きついてるやつだよね。そうだよ、大好きだよ、大好きだよ、あれマジで。そうだよ、ガチ叫んだもん、あそこのシーン。もう何回も見たもん、私も逆さ、もう一回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 マジであれ現実、うん、続いて5位、5位は1曲です。お、5位、まやちゃん神、みんなビジ爆発している、ココナー。ココナー、いやー、これもね、曲名聞いた時、ココナーが、ココナッツが曲になっちゃうな、どういうことみたいな、ね、そう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 、どうさ、ココナッツ表現するんだろうな、そうそうこんなの踊っちゃうかみたいな、ココナッツとか言っちゃうな。ダサいな、それは。でも神曲に仕上がりましたよ。衣装も可愛いし、なんといってもね、うん、ちょっと私はリクちゃんがの大画面に出てくるシーンがめっちゃ好き。あ、でミシちゃんが恋しちゃうみたいな。あ、そう、恋って、あ、そう、ミシちゃんがそれで、あ、いやだだだだ、あそこのワンシーンがめっちゃ好き。うちあれも好き、あのココナッツに乗っちゃうシーン、あれはもう誰もが予想できなかった。ミンミンゼミだって、なかなかないよ。続いてじゃあ4位いきます。おー、4位になってきた。やばい、4位は1曲でーす。4位、うん、衣装がカラフルで可愛すぎるからです。比喩が良すぎて、歌が良すぎて、ダンスも可愛すぎるから、スキズのピリも出てるから、ハートリス。もっと上行くと思ったな、ハートリスは、ね、うん、めっちゃ可愛かったよね。やばかった、マジで本当に可愛かった、あれやばい、ね、本当に可愛かったよ。鏡とかさ、うん、あの制服ダメよ、制服ダメです。あとレッツゴーのシーンもくっそ可愛いし、振り付けも可愛かったし、1秒中ガチ可愛かったよね。急にアニメーションになっちゃうところもね、可愛いし、うん、マジで可愛い、最高最高です。続いて3位、3位は2曲あります。お、1曲目、はい、なんかあったまる、思わず感情移入できるからです。いろんな思い出が詰まってるエモい、うん、なるほどね。そのブルームーン、清楚感っていうかさ、そうだよね、うん、ガチ可愛い。 NiziU の冬ソングといえばって感じなところもあるし、うん、みんな衣装がこう同じで、そうなのよ、あのなんか尊い儚い感じのね、そう MV でね、うん、儚い、本当に。あとみんなの寝顔が見れるというのも最高の作品です。最高すぎる、最高、最高だよね、本当に。しかもあやかちゃんの自転車が見れます。そうメイクイハッピーぶりの見れます見れます。3位の2曲目、2曲目はワンカットで場面が変わっていく幻想的シーンが多くて、歌詞も映画とリンクしているからです。パラダイス、両方バラードだった、すごい、それは奇跡ですね。まあドラえもんの曲ということもありまして、皆さんに届けられた曲でもあるし、うん、あとあれだよ、サビ前の全員同じ衣装で、いやー、あれはね本当にね、うん、
もうミーシャのマイカちゃんわかりません、うん、いやもう全員わかんないかも正直、うん、全員わかんないそう、うん、パッと見じゃわかんないわかんないそう、まやちゃんとかさ、うん、前髪作ってないぜからしたらさめっちゃあもうドキッときちゃったもん、うん、あとあれでしょまやちゃんのさ衣装が好きですねそう水色のこれ共感してくれる方いますもうコメントでお願いしますまやちゃんの推し全員お願いしますあのねこれ水色のさワンピースみたいなのね着てるシーンがあるんですよあ、今のところあ、そこのさ、あの水色のさ、ワンピースめっちゃ可愛いよね本当にあれ欲しいんだよ ね、 あれでさ、もうまやちゃんが着ることによって可愛いんだろうけどさあの欲しい、でも、でも欲しいうん、可愛いじゃあ続いて2位おぉ2位はそろそろやばいよ2曲ありますお1曲目はいあやかちゃんの白衣装が綺麗すぎ何回見てもみーまや感動する最後のみーしちゃんのシーンが何回見ても泣けるステップアンダーステップステ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 がここで来るのかね1位だと思った好きな曲ランキングでは1位だったんですけど好きな MV ランキングでは2位となるほどいやでも本当にステップアンダーステップやばいもう私たちはね多分 YouTube に穴開くぐらい見ましたよ本当にね真面目にね、うん、ガチで言ってるこれは出た時もめっちゃ見たし、うん、もうあとあとにまた見たくなって見てるしみーしちゃんお帰りって、うん、帰りなさいみーまや見つめ合いからの手つないで、うん、なんせよもう誰でもよかったわけだもって、うん、誰かみーしちゃんをこうやって連れてきて誰かよかった、うん、それなだけどまやちゃんだったっていうしかもまやちゃんはそれを私だと思ってました最高最高だ本当にもうみーまやの推しを殺しに来てる殺しに来てる2位の2曲目はいリオちゃんとウインクで心打たれみーしちゃんが主役の推しとファンの情景を表したような MV スイートのフィクションの方が代表させていただきます、はいはい、スイートナビションは、はい、もう本当にみーしちゃんが大優勝なんですよねもう本当に最初から最後までみーしちゃんが1秒たりとも目が離せないというかそうですね、まあ、あともう間違いないみーしちゃんも本当に最高なんですけどもりまちゃんの前髪ありもちょっと最強でして、うん、本当にかわいい、うん、でかわいいあと最後 のみーまやがイチャイチャしてるっておっちゃんいやもうあのミーマヤちょっと話させてくださいあの最後に誰でもよかったわけまた本当だよ、ね、毎回言うけど誰でもよかったわけじゃん正直、うん、なんでよこの近いやさよ近いさでしかも結構ずっとやってたよ、うん、何回も知らせてもう絶対しかあの公式は使わないと無理だったミーマヤでミーマヤカットで、うん、もうカットを絶対に入れないとダメだガチで可愛かった梅井さんやってますマジで可愛いし、あの MV も可愛かった。最高。1位いきまーす。マジかー。1位は1曲です。やっぱこれ出てないのは、なんだ、なんだ。1位は。はい。新しいニジューちゃんの魅力を見れるから、ミーシちゃんの自転車とかが面白いから。ライズアップでライズアップライズアップライズアップえ、本当にみんな本当に知ってるいや、本当にみんな本当え、嘘ついてないあのさ、初めのところでさ、芋虫出てくんじゃんそうだよみんな本当にみんなそんなライズアップ好きうちらね、ごめんね、本当にごめんなさい疑っちゃったもん、初め、うん、え、ライズアップ1位でもね、みんなの意見聞くとね、分かってきたかもしれない可愛いが売りだと思いきやみたいなね、うん、可愛さを中心的で、うん、あとかっこよさって言っても限界があるぐらいのだけど、うん、それをドンって飛び越えてきたね。いやでも今回まず最初のリクちゃんでしょかっこいいといえば、うん、このやめんねっかもあとあなたそうなんだよサービのまゆちゃん、うん皆さん、まやちゃん推しの方はちょっとまた集まってほしいんだけど、こうね、おいおいこれで招き猫のように、あのね、コメントにしてほしいんですけど、うん、あのまやちゃんの本当に、こうやってやってさ、なんか、こう上向いて、なんか、みたいなのシーン、なんでキャンキーキャーキャーキャーやばい。あれは本当に、やばい。あ、まあ、サムネもそうなんだけども、最高
最高です。みーちゃんの自転車のシーンとりまちゃんのそうそうそうジッパー意味わかんない、わかんない、技術すごすぎるしね、道路を真っ二つにしてる、みーちゃんもそうなんだよ、みーちゃん本人笑ってたよ、もうやめてみーちゃんもこうやってやってくださいって言われたけどさこれでいいんですかみたいな、リマちゃんはなんか引いて多分やったんだろうから大体分かってんだろうけど、こんな声でズドーン確かにすごかった、確かに、あ、そういう面白かった、うん印象に残るわね、はい、うん、ってことで以上、はい、20好きな MV ランキングでした。ひまりんおぱるおぱ、皆様のね、私たちじゃない感性が聞けてよかったです。でもライズアップ1なのマジで、本当にマジで意外かもしれない、意外でした、うん、でも最新曲だからかな、まあ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 、確かに、みなちゃん、みなちゃんいや皆さん、皆さんたくさんのご意見ありがとうございました。むくむくというわけで、まあ、いろんなね、視聴者さんに聞いてみたっていうのね、またいろいろ企画やっていきたいと思いますので、皆さん、その時はご協力お願いいたします。お願いします。インスタで募集してやります。お願いします。他にもリクエストあればコメントでお願いします。コメントでお願いします。はい、というわけで、今日もこの辺動画終わりたいと思います。はい、バイバーイ。高評価、チャンネル登録、コメント、お願いします。いいですね。